こんにちは。ほら、もうダメだ。吉田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろ私今帰ったいけど、まあなんかね、前ね、この前買ったお店に行ってみたの。スーって結構何店舗かあるお店なんだけど、あのどこにでもっていうか、まあ、大抵の場所にあるよみたいなお店で買ったんだけど、なんか前その買った店とは違うところ行ったら売ってなくて、でだからちょっと買えなかったの。そう、売ってなかった。あら、マジで使わない。こんにちは。多分自撮りライトがそこら辺に転がってるから。どこかな。近い。ないかも。ちょっと探しのために出てくる。あおちゃんさん、ありがとうございます。かんさん、ありがとうございます。ね、今日ね、スタバ買ってきたの。スタバ買ってきた。もう今お持ち帰りしてきたから、めっちゃ溶けてるんですけど、まあいいや、飲みますね。そう、ロビーでね、見て、めっちゃ溶けた。でも可愛いよ、これでもそれめっちゃ小さいな。 NGT48 劇場ロビーから、あれ公演ですか、これから。フラペチーノ。なんかね、私ね、今日ね、帰ってショールームしたいけど、スタバも飲みたいから、どうしよう、お持ち帰りしたいけどさ、どうしようかなと思って、まず調べるのね、お持ち帰りって、スタバのお持ち帰り調べるのね、まずスマホで。でもらえるかな、もらえないかなとか思いながら、紙袋をもらえないかなとか思いながら、そうで、でもなんか店員さんによっては、その書いてたのは、店員さんによっては店内で召し上がれますかとか、店内ですかとか、お持ち帰りですかって聞かれるらしくて、その時に言おうって思って買ってきた。でもだいぶ溶けてるかも。ルナちゃんになったけど、なるほどね。今日はオンライン教師会がありました。今日もだけど。うん。
何かしかやって終わって今です。終わってユーナたちとちょっと別れ返してきて、今に至ります。オンラインが、初めての人もおったし、2度目ましてもおったし、3度目ましてもおったし、次は4月。でもなんか一部だからさ、みんな絶対早起き、なんか眠そうだなとか思うのさ、みんなちょっとなんかまだ目覚めてないなさそうな人とか多かったかも。ありがとうございます。だけど多分次からはもうちょっと遅め5分とかかなになると思うので、初めてオンライン参加したけど、もう会えた、本当ですか、それは嬉しい。やばい、めっちゃぐるぐるなる、なんかぐるぐる。4月もぜひよければ来てください。現地の社名だと思って早くなきゃ確かに移動時間もね。なんかあいちゃんさん、ありがとうございます。五分か、次五分、最高最高すぎて踊り出しちゃうわ、面白いあゆちゃんさん、ありがとうございます。五分だって、みんな早起き苦手な人でも五分ならいけるよ。2枚ってやっぱり少ないと思い始め、こう奮発するしかないよね。確かに2枚ってさ、なんか会話の途中で終わりますよね。1枚は私なんか満足して喋ってたことないかも今まで当たり前か。そう、でもまあオンライン握手会1枚目は愛してた、それな、1枚はね無理、もうじゃあねも言うあれもない。ね、なんかでもまあお財布があるから、お財布と相談してきてください。1枚でも全然嬉しいからね。でもね、今日はなんか長い間お話できる人が多かったかも。そう、ね、そう、多分全員あのさ、なんか結構何分ぐらいのあれだった、今日は多かった、なんか結構ねみんな多かった、秒数がね多かった、今日はみんな最後の方に来た人とか。
オンラインは4の倍数。そういうこと？なるほどね。4の倍数、6の倍数。すごい。自分決めてるんだ。お話しするのもいいけど、やっぱり劇場に行きたいって決めて。なんかさ、みんな言ってた。なんか遠方、昨日今日オンラインで話してた人は、なんか、遠方だから、とかなんか、東京とか大阪とか、そっちの方に住んでる人が住んでるから、何だっけ、あ、そうだからあんま公園来てない、公園行きたいなーって言ってた。みんな公園行きたいねーって。でも服ちょっとさ、朝早いからさ、こっちもめっちゃね、やっぱだからあれなんですよね。今日も昨日もなんかさ、ちょっと寝坊気味マジ寝坊気味なんですけど、まあそう、メイクする準備でもね、そんな早くないけど、そんな早くないけど7時半とかに来て30分で準備してとか、そんぐらいかな。30分とか40分してから家出てとか、そんな感じかな。まあ7時ぐらいかな、起きる7時台。8時台はさすがにもうちょっと遅れちゃう。その準備があるから、藤子側が見て多いイメージ。確かに私って髪って多いですよね、公園。目撃者もね、ずっと左って言ったら分かんないか、髪って。目撃者はほとんど髪ってだよ。なんかたまに花道とかであっち行くときもあるけど、あ、でも意外とそんなことないかな。ポップスターは右、あ、右だけじゃないかな。じゃあ一つずつ解説していくわ。まず最初は目撃者は上手が多いで、たまに右じゃない、下っていく、落ちとか大サービとかで右行きます。チンチンミトはずっと神手です。いびつな真珠もずっと神手です。憧れのポップスターだけ下手にいて、美しきものはそのまあユニットとかの関係もあるから個人によって変わるんだけど、まあ左と私が前に出た時は左も右もあったみたいな感じかな。左も右もあった。で、愛遅れは左かな、左で、愛遅れは左で、左しかないね、別に。左で摩天楼は、あ、でも摩天楼もどっちともあるかも。でもずっと上手が多いかも。でででででで、あ、私いつ下手に行くんだろうと思ってんの時、下手行きますよね。
あー、上がった上がった上がった。私下手はおった、下手もおった。あの2サビでも下手って言ってもなんかそんな真ん中に近い方だから別に下手が見て関係ないけど、下手にいたかも。右にも上手も下手もどっちともいる、あそこは。でマッテンド終わったら、命の意味は下手多めで、たまにとか一列とかで、まあ、交差するからね。で、パイオニアじゃない、アイムクライングはまあ下手かな、か上手かな。私マジ上手多いね。4月に弟のオーキャンの送り迎えで福岡行くけん、ぜひぜひ来てね。この王国中で一番美しい女は私以外なの。それ、あ、美しき女か。ちょっとガチ、ね、やだ恥ずかしいけどね。時間帯にもよく昼声だったらワンちゃんいけそう。ぜひ時間を狙って。楽しそうで何よりって、楽しそうで面白。でも公園は上手が多いけど、私あれかも、あのさコンサートとかさ外のあれとかはさ、あの下手が多いかも。後半は確かに左かも。ずっとでもあのなんかさ、でも高根子も下手多かったかも。そんなことないか。あ、いやそんなことないかも。でもなんか下手多め、その公園じゃないところは。なんかそういつも下手なんだ私コンサートは。高根子はありえないほど楽しかったね。今日聞いた、なんかさ高根子楽しかったけどね。確かにね、そうかも。私もなんかあんま記憶ないかも。もうあさウォーキングします。体重50キロ頑張って。私もねやばいんだ、さそろそろだからさ、なんか前からさあの私を見てる人なんかがどんどんなんかあれかも。あ、てか今さっきさあの目撃者のポジどこですかって言われたから言うと、前田亜美さんのポジです。 AKB さんの前田亜美さんっていう方のポジでした。そこはこの国中で一番美しくないや、残酷な。え、ジェイダングッズは島なんだ。そうなの、本当に言ったかな。うーの、アミさん。
のところやらせていただいてます。今日の内緒かと思ってました。あれはね、今日多分朝ツイッターで送ったからですよね。朝ツイッターで私がさ、アイアンの時に着た服だったからさ、あれがなんかちょっと載せようと思って、そう、なんかさ、タム写真とかのさ、オフショットってさ使いたいからさ、なんとかわいいね、それな。うん、朝のせいじゃん。勘違いした、なんかすいません、なんかなんかが制服でしたよね。でもなんかが制服でした。何フラペチーノ、これはバニラクリームにチョコのソースとチップ追加して Go to バックしました。トゥーゴーバックしました。グッドチョイスって書かれてる、グッドチョイス。で、私もさ、7月ぐらいさ、生誕ティーやろうかな。いやー、びっくり。やめて。え？壊れた。ちょっと待って。ああ、マジびっくりなんですけど。なかったことに、なんかさ、これもおもりつけたらさ、これ下いっちゃう。ねえ、それな、7月とはいいよね。なんかでもさ、日程的に7月しかないんだよね。7月しかない。だって4月はまだ誕生日じゃないし。でも7月はちょっといいよね。なんか4月は誕生日じゃないから、うん、いいね、マジで。ぜひ公園で見て藤子が気になってると嬉しい。グレキショかな、グレキショ、グレキショ公園。ありがとうございます。7月に生誕切るんで、おそろでお願いします。オフルで、うんうん、まだ4月も1月もね、全然大丈夫だよ、まだ間に合う。4月ってまださ、全然じゃないけど、もうすぐ締め切るかな。中3ヶ月ぐらいありますよ、ある、全然。7月生誕って、そう、
7月のオンライン生誕って今売ってるからね。ちなみに生誕グッズはあさってらしいので、ぜひよろしければ。明日までだって。手術も行きますって、ありがとうございます。7月ちょっとに結構最初の方、まあ、早起きしなくていいですから皆さん。あ、フルセットよく済み、ありがとう、嬉しい。ちなみにその7月で確かにイベントがね、うん、吸えなくなっちゃった。横浜来る？横浜でも4月1日じゃん。まつげあるって、ちょっと鏡がなかった。あげるかな。上がった、少しだけ。いけたかも。おすすめの昼飯だったから、眠くなった時寝てたんやってた。寝てください、たくさん。でもね、まあ4月7月は、まあ7月は生誕で、まだ撮ってるけど、あ、そういうことね、強く撮かないと。寒くなっちゃった。でもね、次五分だ、あ、ちょっと嬉しい。五分中学生見ますねって、ありがとうございます。中学生ちょっとさ、ズクズクって音鳴るからさ、一回さ、あれ切っていい？音切っていいかな。五分だと、水三十四十五。五分って
10、11、12、2時とかかな。あのちょっとじゃあ失礼いたします。ちょっともう固まっちゃって吸えないみたい、私の私のすごい顔映ってたかもしれないけど、もうちょっと飲めないみたい、私のあれでは、あの肺活量ほんと飲めない、もう固まってる、めっちゃ混ぜた。4月の7日も楽しみだ。ちょっとマジで私のもう無理だった、めっちゃあのスッてしてもう無理だった。恥ずかしい。ごちそうさまじゃないです、ダイソン。え、本当に吸えない、固まってて、しかも紙ストローでさ、どんどんふにゃふにゃになるからさ、ごちそうさまじゃないです。無線したらいいかな、無線もう飲めないもんで、水足したらダメだよ、薄くなっちゃう。下はなんかさ、今日の何かしかね、なんか、ね、一瞬っていうか結構っていうことでもないけど、何分間か、まあ、暇な時間があって、あの待機してる人がいないから暇な時間があったのね。今日こんだけしか来ないのかなとか思って、今日来る人少ないなとか思ってたの。みたいな、こんなことあるみたいな。そう、なんか来る人少なくないかと思ったの今日。でもそしたらさ、みんなさ、最後の方にね、みんな切らしたの。でもなんか多分全員さ、秒数が長かったからさ、最後の方にさしようとか思ったのかもしれないけど、びっくりしちゃった。そう、なんか分かんない、かゆしみたいになったのかもしれない。
わかんないけど、てかさ、そう、びっくりした。なんか初めにめっちゃ来てで、めっちゃ時間空いてみたいな。申し訳ないです。え、なんでミュートになってたんだろう。ミュートにした、した、え、直さなかったか。なんでだろう。ちょっとまたスタバ飲んで、ミュートしちゃったから。すいません。本当治ったかな。ああ。こんにちは、はじめまして、AKB の研究生。え、なんかさ、これもうちょっと書いてるわかんのかな。 AKB の、わかります？わかるな、ちょっといいけど。戻りました、よかった。え、26日はじめましてですって。26って何？あ、公演でってこと？よろしくお願いします。26、日曜かな。楽しみ。 AKB の研究生も。え、なんかさ、私ね、あの、なのかが TIFF か、なんか東京で夏のイベントに出た時に、なんか AKB の研究生と挨拶させてもらったけど、どこだっけ、なんかね、させてもらったけど、ココハに似とる人がめっちゃおって、多分ココハ AKB によってもバレんよみたいな言われた。そう、生まれたの。劇場で初めて生で楽しみします。楽しみだ、それは。ゆきたに似てるかも。私がなんかに言われたのは、コハもココネちゃんにも似てるって言われたの。でも私はあの、だっけ、最年少の子にも似てるって言われてる、たまにね。ま、そう言われるの。だから私 AKB の研究生に混じっても意外と、あ、
のぞみちゃん、そう、畠山のぞみちゃん、そうだそうだ、に似てるって言われたこともある、あの普通にファンの人にね。でも今は分かんない、そんな今はあんまりかもしれないかもしれないけど、なんか一時期めっちゃ売れてたのね、畠山のぞみちゃんとか、なんか似てるねってショールームとかで。他グループの研究生の子と仲良くなりたいです。髪型が似てる、ロング、まあ、確かにあの子もさ、前髪重いことですよね。前髪重い同士が似てるのかな、ロングで。雰囲気は川ゆきたんって、マジで。徳永レミさんにで、嬉しい、なんか可愛い、あの子好きなんですよね、あの方。飲み終わった。滑舌はSKのゆうねちゃんに似てるって。どういうこと、悪いの、ゆうねちゃんって子も。あれですよね、3人一の。手をついてないです。会員です。でも私誰に出るかな。なんかね、私今まで自分に似てる人にさ出会ったことなくて、本当に芸能人とかで、なんかさ、よくさ、誰に似てるっていうのってさ、芸能人に言う言葉じゃん、芸能人の人に似てるねっていう、会えたことなかったんだよね、もうね。何喋ってるかあんま聞き取れません。すいませんね。はゆねちゃんは、あ、福岡県出身なの。そうなんだ。で、ミナがめっちゃ好きなんだ、ゆうねちゃんのこと。ゆうねちゃんとか勝手に呼んじゃって。あれ、ゆうねちゃんのこと。ミナがめっちゃ好き。かわいいって言ってる。他グループの研究生と仲良くなりたいです。でも私が今ね、お互い認知しちゃってるのは、ルアちゃん。磯部ルアちゃん。NGT の子です。とは、唯一認知しちゃってます。ショールームで認知しちゃってて、私が中2の頃に告白してきた隣のクラスの子にも似てるよ、韓国だよって。韓国の人に出たよ。この前谷まりかさんとハレルちゃんで、福岡、あのあれっていうあれで、
え、畠山さんペンライト紫でしたって。私もなんか紫みたいな感じでやってるんだよね一応。まあちょっと笑おうかな。もうイオンかシーハマのイベント、なるほど、そろそろ終わりますね。13位トーピアンさんありがとうございます。12位ミロンカルギさんありがとうございます。11位ピシさんありがとうございます。10位ヒデさんありがとうございます。9位 KHK さんありがとうございます。8位カベチョルさんありがとうございます。7位1回ウィルファンさんありがとうございます。6位 BJ さんありがとうございます。5位リカさんありがとうございます。4位サダンさんありがとうございます。3位サダンサカナさんありがとうございます。2位久しぶりさんありがとうございます。1位アウちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。 1KG ジョジョジさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね。